初代ギャランでスポーティー感覚を磨いた三菱から1973年8月満を持して打って出たホットバージョンがランサー R だ1 2リッター7 0馬力のベースモデルでも抜群のフットワークを誇ったがこちらは1 6リッター s o h c だけに性能も段違い当時この排気量で110馬力を叩き出しただけでも 画期的だった三菱京都研究所の総力を結集したエンジンはどこから踏んでもよどみなく噴き上がりまだ珍しかった5速 MT との組み合わせによってどんな走りも可能だった身のこなしも抜群全長4メートルにも満たないコンパクトさとわずか8 2 5キロの軽量ボディが最大の武器でパッと切り込んで ガッと踏んだ瞬間すかさず理想のドリフト体制に持ち込めたフロントがマクファーソンストラットリアがリーフスプリングによるリジッドアクスルと決して新しさを感じさせるシャシー設計ではなかったが全体のバランスが絶妙だったためいつでも自信を持ってコーナーを攻めることができた優れたリジッドアクスルが 独立圏がサスペンションを凌ぐことの絶好の実例でもあったしかし走りが鋭いのは当然で 1600GSR は最初からラリーの実践を想定しそのベース車として開発された車だったそのためボディも2ドアのみで乗用車としての快適性を求めた4ドア仕様は同じエンジンながら10馬力低い 1600GSL が受け持った緊迫感あるカーブを描くフェンダー後ろへ向かって跳ね上がるウエストラインなどは当時ラリー界で無敗を誇ったフォードエスコートのコークボトルラインを連想させたため若い熱血マニアはこぞってこの 1600GSR を歓迎したこの 1600GSR こそ後の ランサーエボリューションへと受け継がれる三菱ラリー社栄光の歴史の第1ページになるのである。